令和元年10月18日、今年度の海外アーティスト招聘事業で阿蘇市で創作活動を行っているアーティストが阿蘇市役所を訪れ、佐藤阿蘇市長と懇談しました。市長を表敬訪問したのは、ポーランドのグラフィックデザイナー、ハンナ・カゼブスカさんです。ハンナさんは、子供の頃から日本に来たかった。今回阿蘇に来ることができてとても嬉しいですと話しながら、これまで阿蘇で制作した作品の一部を佐藤市長に見せました。これに対して佐藤市長は、阿蘇は寒いので体に気をつけて制作活動に取り組んでくださいとハンナさんを激励しました。この海外アーティスト招聘事業は、熊本県や阿蘇市などで構成するアーティスト・イン・阿蘇実行委員会が、海外で活躍しているアーティストを招いて、阿蘇の魅力を世界に向けてアピールしてもらおうと、平成26年から行っているもので、今回で5回目です。阿蘇市で創作活動を行うハンナさんは、阿蘇の草原景観、火山との共生をテーマに作品を作り上げることにしています。なお、10月21日夜には、阿蘇市内巻のアート地で、ハンナさんの作品を展示して、阿蘇市ワークショップが開催されるほか、10月29日から11月4日まで、熊本市上通りの竹地ギャラリーで、阿蘇地域で創作活動を行った海外アーティストたちの作品も展示されます。今は、3つ作品を作っています。とても簡単図面です。墨だけを描きます。